なぜ法務検察が本気になって安倍派を狙っているかというと、それは2019年7月の参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件の時に、広島に東京の検察庁から派遣されて河井案里の金配りを調べていた36歳の若い優秀な検察官が統一教会に殺されたからだ。この若い検察官が夜帰ってきて自分のアパートの部屋に入ろうとした瞬間に襲って連れ込んで閉めて殺した。これが統一教会が政治家たちを実際に見せかけて殺す時のいつものやり口だ。この事件は週刊誌に書かれた。しかし警察には手を出させないで、検察庁自身がこれはお前たち警察には扱わせない、俺たちがやると深い決意を表して実で処理した。ああそういうことか。その時以来、若い検察官たちすべてが捜査中の汚職事件の担当検察官を殺すとは何事か、絶対に許さんと自分たちの仲間を殺されて激しく怒り狂った。法務検察の幹部たちも放送仲間の弁護士業界の親分たちも、もうあいつら統一教会を日本の国家秩序は絶対に許さない、根絶やしにするとなった。この後、河井案里を東京で逮捕した時に案里を真っ赤にしてパッティーとまで剥ぎ取った。証拠隠滅を防止するということで検察の女子職員たちにやらせた。統一教会によるこの若い検察官の殺しのことは、私は佐藤勝氏との対談本でも詳しく語った。ずっと下の方に中国新聞に載った、今年の9月の記事を載せる。2019年7月の参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件、選挙での汚職の際、河井案里はとある。私は明日、これは12月15日発売の私の恒例の中国本の新刊書、中国は嫌々ながら世界覇権を握るビジネス社刊の中で、韓国、本当は北朝鮮発祥の統一教会を今も全く非難しないで、その同伴者となっている日本の丸一反共右翼の者たちのことを書いた。それとこの丸一に引きずられたままの丸二、生来の温厚な保守の人たちへの怒りを書いた。ぜひ読んでください。この後は新聞資料を長々と6本ぐらい載せます。副島貴彦記、安倍派全員交代案に衝撃、実現なら安倍派の終わりの始まり、2023年12月11日日経新聞。次の新聞は、安倍派の池田氏パーティー収入3200万円の不記載認める、2023年12月13日日経新聞。旧統一教会の被害救済進む法整備残る自助努力、2023年12月13日日経新聞。ここに分かりやすく説明した図版がある。被害者救済の実効性には懸念も残る、自ら訴訟を起こして財産を保全する必要があり負担が大きいと、適用範囲が狭く救済につながりにくい、財産移転監視の救済法13日成立、法テラスを通じ弁護士費用援助、不動産処分前に通知義務、3ヶ月ごとに財産目録提出で、教団からは不当寄付勧誘防止法1月施行いいかな、霊感を用いて困惑させるなど6種困惑させる霊感を用いて困惑させるなど6種類の勧誘行為を禁止、寄付勧誘時の配慮義務を制定、不当な勧誘による寄付は最長10年間、おお10年間取り消し可能だって、すごい、10年間取り消し可能はすごいですね。統一教会を追い詰める法律が作られております。次の記事は、河井元法曹、買収原資は安倍政権中枢からか、4人から6700万円思わせるメモ、自宅から検察押収、中国新聞2023年9月8日金曜日。メモマの記録、
首相菅っち、幹事長甘利、政権中枢の4人、安里氏を全面支援、河井元法曹の自宅メモ。あ、この河井克行メモマだっていう書いてありますね。河井克行元法曹60歳服役中が起こした2019年参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件。当時の安倍晋三首相をはじめ政権幹部4人が計6700万円を提供したと疑われるメモを元法曹が残していたと。4人は選挙中いずれも克行氏の妻安里氏を全面支援した人物だ。メモマとされる克行氏の記録によって政権中枢から出た現金が買収の原資となった可能性が浮かび上がった。総理菅っち、幹事長あまり菅っち克行氏が書き留めていた4つの単語だ。買収事件の捜査にあたった検察当局はそれぞれ安倍晋三首相、菅義偉官房長官、二階俊博自民党幹事長、甘利明同党選挙対策委員長と見ていたと。副島貴彦中期、この記事は中国新聞広島県が中心のスクープだ。検察庁が広島の事件の現場から出したものだ。だから中国新聞だ。だが東京の大新聞たちは黙っていてこの事実を報道しない。法務省イコール検察のトップから岸田首相にそれとなくのお伺い、あるいは打診が数ヶ月前にあって、そしてようやく岸田が暗黙の許可を出したのだろう。岸田は安倍派99人、そのうち統一教会系が60人の追い落としを狙っている。その計画中だ。東京のメディアはこの件を書かない。中国新聞を後追いして書くこともしない。奇妙な静けさだ。副島貴彦中期終わり。次は元法務次官辻博之を証人喚問、黒川元検事長の定年延長をめぐる訴訟事件司法。2023年12月1日日経新聞。副島貴彦中期、この辻博之仙台高検検事長現職が、現職、これ群馬の由美子が割り込みしますけど、去年の7月に辞めたみたいですね、辞任したみたいが、法務省イコール最高圏内の統一教会、学生時代は勝共連合の活動家であり、黒川博文に次ぐナンバー2で、この男を法務検察は憎しみを込めて獅子心中の虫として焼き殺そうとしている。副島貴彦中期終わり。この記事は黒川博文という麻雀安倍晋三のね、政権の守護神って言われて、まあ何やっても黒川博文が隠してくれるっていう悪いやつで、結局定年延長までしてなんか検事長にしたけれども、その後賭け麻雀で捕まってしまうっていう、捕まるっていうか賭け麻雀で有罪になったんだかな。それでちょっと調べ、ウィキペディア調べたら黒川杯っていう麻雀のそのなんていうんですか、試合っていうんですかね、それをやってる人たちがいるらしいんですね。でだからその黒川博文がかけた金額までは合法、あそうだ、だから罪にならなかったんだよね。群馬の由美子が、自分の喋ってるところに割り込みます。でよく調べましたら東京新聞が素晴らしい記事を書いてくれていました。2021年11月11日の記事です。独自、軽い気持ちで賭け麻雀続けた黒川元東京高検検事長が後悔の供述、刑事裁判記録が本誌請求で開示という、素晴らしいですね。在職中に知人の新聞記者ら3人と賭け麻雀をしたとして今年3月に東京関西簡易裁判所ですねから賭博罪で罰金20万円の略式命令を受けた黒川博文元東京高検検事長64歳が東京地検特捜部の捜査に対し、違法な行為であることは当時も分かっていたが軽い気持ちで賭け麻雀をしたと供述していたことが本誌の請求で開示された、刑事裁判の確定記録で分かった。
小沢誠一さんが書いております。やっぱり罪にはなったんですね。罰金20万円の略式命令ということで検事長がね、そういうことでした。で、この黒川元検事長をめぐる問題ということで。